て、多分もしかしたらアカペラって生で見たことない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、アカペラっていうのは、まあ、ご覧の通り楽器を使わずに声だけで歌を歌ったりするんですけど、アカペラといえばハモネプですよね。ってみんな多分思うと思うんですけど、ハモネプ見たことあるよって人、うわ、多い。おー、結構いる。ってことは、今手挙げた方たちは、城崎の人ではないんですよね。ですよね。そうですよね。あの、わかんない青森県民、僕も青森県民なんですけども、あの、フジテレビで入ってるんですよね。あの、フジテレビ大体、あの、大体1年生の方もわかると思うんですけど、いいと思って、普通昼じゃないですか。それが青森だと夜に映るな感じで。終わっちゃったけど。あ、そう、終わったんだ。なんでこっちで見る人はほとんどいないのかなと。絶対話題になりますよね、最初に。え、映るんだっけ。はい、ね、っていうカルチャーショックとかありますよね。ってことで、じゃあ早速次の曲いきまーす。次の曲はお疲れさんでプラネタリウムです。Thank you.
ですね。ね、じゃあ、のんちゃんお願いします。はっ紹介冊子にも書いてあると思うんですけど、ちょっとお手元の資料をご覧ください。あのですね、デブスケというところに、Twitter アカウントを載りますので、あの今日家に帰ってからとか休憩中でもいいのでフォローをポチッと押していただけるととても嬉しく思います。今回、はい、よろしくお願いします。はい、で早いもので私たちなんとこの曲で最後になってしまいますね。はい、終わってしまうんですが、まあ、この後も素敵なバンドさんがたくさん登場するのでぜひ最後まで楽しんでください。あ、そうだ、明日も来るよっていう予定の人ちょっと誰かくださいね。おー、ありがとうございます。明日、明日はい、来ていただいて、で打ち上げにも来ていただいて、新入生は打ち上げ無料で参加できるので、はい、ぜひ来てください。作品出していただいて、はい、ぜひ出してください。はい、じゃあ最後の曲いきます。最後の曲はフォアタイムで虹です。Thank you.